道東,道,道東自動車道、道東自動車道、道東自動車道、ドト・イクスプレスウェイは、北海道千歳市の千歳庭ジャンクション、JCT から、北海道釧路市の赤んインターチェンジ、IC 及び、アショロ郡アショロ町のアショロ IC 至る高速道路である。略称は、道東道、道東道、ドト・イクスプウー、十勝地方の通行区間の愛称は、十勝スカイロード。 国土開発幹線自動車道及び、高速自動車国道である、北海道横断自動車道の一部である。高速道路ナンバリング、高速道路等路線番号では、地歳性には JCT 本別 JCT 夜間、IC 間が E38 が、本別 JCT 阿蘇路 IC 間は E61 が割り振られている。道大道と接続する地歳市の地歳性には、 JCT を起点とし、中川郡本別町の本別 JCT で分岐して、釧路市のアカン IC とアショロ IC をそれぞれ結ぶ。このうち、北海道横断自動車道黒松内北見線の一部に相当する本別 JCT アショロ IC 間は、ドラプラ E、ネクスコ、ドライブプラザのルート検索では、同等自動車道、丹野支線と称されている。 ユーバリ IC 十勝清水 IC 館は、急峻な日高山系に阻まれて、建設工事が難航した。そのため先行開通した十勝区間は、道内の他の高速道路と接続がない、飛び地状態が長らく続き、交通量は低迷していた。しかし2011年10月29日のユーバリ IC シムカップ IC 館の開通で、既存の高速道路である、道央道と直結されることとなり、 飛び地状態が解消、交通量も大幅改善された。その後も延伸を続け、2016年3月12日には、阿寒 IC まで開通して、北海道の日本海側の大都市札幌市と、太平洋岸の大都市釧路市とが高速道路で一本に繋がった。さらに、釧路市の中心部である、釧路西 IC やその先の東端の町、 根室方面へ延伸する計画となっているが、全車、約 17km は事業化、着工済みであるものの開通時期は未定。後者は、根室道路として、事業中のオンネト IC、根室 IC、約 7.1km のみ2019年度開通予定と、公表するに止まっている。1957年に、国土開発幹線自動車道の主要幹線道路とされたが、 建設が遅れていた。1995年、平成7年10月30日に、十勝清水 IC、池田 IC 間が先行開通。あまり利用の見込めない、十勝地方内だけの開通となり、本来の利用目的である札幌、同等圏の移動時間短縮などのメリットは、全くと言って良いほど得られなかった。事実、 開通1ヶ月の1日の利用台数は1080台程度と低迷し、当時の全国の高速道路ではワーストの営業係数を記録していた。マスコミや国会などでも不要な高速道路の代表例として挙げられ始末で、一刻も早い札幌県直結が望まれることとなった。1999年、平成11年10月7日に、 首都制に庭ジャンクションに夕張 IC 館が開通し、同区間の開通1ヶ月の1日の利用台数は2500台程度と予想を上回った。2007年、平成19年10月21日に、トモム IC と勝ち清水 IC 館が開通し、道内の高速自動車国道では初めて日、高山系を横断した、これより5年前の2002年には、これより北に位置する。 大雪山系を横断する高規格幹線道路、旭川紋別自動車道の北大雪トンネルが開通している。2009年、平成21年10月24日に、シムカップ IC とマム IC 間が開通し、道東道へのアクセスが劇的に改善した。これにより、並行する国道38号、国道274号の難所として、 悪名高い狩勝峠や日照峠を迂回入れるようになったため、同区間の開通後は、平行国道からの物流、交通の大幅なシフトが見られた。実際、2010年12月23日から2011年1月4日までの間の1日あたりの利用台数が14,716台と、前年の2倍に伸びている。2011年、 平成23年10月29日に、夕張 IC シムカップ IC 間が開通し、高速自動車国道のみで、札幌都市圏と帯広都市圏の往来が初めて、可能になった。2011年11月7日、ネクスコ東日本は、夕張 IC シムカップ IC 間開通後1週間の1日平均通行台数が6500台で、当初予想していた約2倍の数値であったことが、 発表される。また、同区間開通により並行する日照峠の通行台数が約5%減少したとした。12月2日には、ネクスコ東日本と北海道開発局が開通から1ヶ月後、11月30日までの1日平均を200台と予想の約1.6倍であると発表した。また、勾配の大きいトマム IC と勝ち、清水 IC 間では、 大型連休を中心に1 0トル以上の渋滞が札幌方面に発生し、2016年には2 8 5トルに達したことから道内屈指の渋滞箇所となっている。なお、千歳東 IC 及分町 IC 間も約1.6倍、トマム IC と勝清水 IC 間は約1.7倍となっている。一方、 夕張市と向川町捕別の並行する国道二百七十四号は、交通量が約六十パーセント以上減少し、開通前の半分以下になった。二千十六年、平成二十八年、台風十号の襲来により、仮価値峠、日照峠を含む、国道三十八号、国道二百七十四号、さらには、鉄道の JR 北海道赤昌線、根室本線に、 大きな被害を受け、復旧の見込みが立たない中、道東道,道はいち早く復旧し、道央と道東を直結する唯一の交通路として、シムカップ IC と勝ち清水 IC 館内、相互発着に限り、無料開放が行われている。二千十七年、平成二十九年には、蒸気の渋滞と災害対策などの観点から、シムカップ IC と勝ち清水 IC 館の四車線化が、 検討されている。平成22年度において、地歳には JCT 地歳東 IC を除く区間では高速道路無料化社会実験が行われていた。2010年6月28日より無料化社会実験が実施され、2012年3月まで実施される予定となっていたが、2011年3月11日に発生した。 東日本大震災の復興費用確保のため、2011年6月19日をもって凍結された。対象区間は、地都西には JCT 夕張 IC 館、シムカップ IC、本別 JCT 本別 IC 間、本別 JCT アショロ IC 館の3区間である。終日、全車種、ETC 搭載車、非搭載車ともに対象を対象とした。 2011年10月に、夕張 IC シムカップ IC 間が開通した後に、上記の社会実験区間に追加される予定であったが、東日本大震災の復興費用確保のため、一度も実施されることなく凍結されている。2013年7月13日、長らくの間ガソリンスタンドが設置されていなかったが、ユニパー,アーキングエリア、PA にガソリンスタンドがオープンした。 常設売店のあるエリアがないなど、道東道は2 0 0トル以上も開通しているが、トイレ以外の充実した休憩施設は存在しない。ただしユニ PA、シムカップ PA、トカチ平原 SA においては、期間限定で仮設売店がおけされることがある。これとは別に、新直轄区間の知らぬか IC には、知らぬか IC 除雪ステーションがあるが、駐車場とトイレが、 一般に開放されているため、上下線併用の PA としての機能を果たしている。ただし、自動販売機は設置されていない。全区間、対面通行、暫定2車線。全区間、対面通行、暫定2車線同等自動車道のトンネルはすべて、対面通行のため、上下線で共通。一部区間では四車線、時速ロメートルまたは、時速メートル。 首都制には JCT 十勝清水 IC は、大距離製。十勝清水 IC 本別 IC、アショロ IC は別料金。本別 IC アカン IC は、進捗活方式のため無料。途中通行止めとなり、一旦高速道路を降りサイド乗り継いだ場合、通常は、利用距離に応じ料金調整が行われるが、ネクスコ東日本によると、他の高速とは異なる、料金体系のため、 距離制であるにもかかわらず、調整前後で料金が変わらないという区間が存在する。24時間交通量、大道路交通センサス。知らぬか IC やかん IC2016 年3月12日からの1週間調査平均、4、100。2012年、平成24年11月10日に、道央自動車道の森 IC、大沼公園 IC 間開通時、 同区間の暫定に車線区間として初めて、中央線にワイヤーロープ式の防護柵が導入された。あと、同等自動車道の U バリー IC シムカップ IC5.0km にも試験的設置が行われた。これはかねてより国立研究開発法人土木研究所管地土木研究所において、スウェーデンで採用されている同様の防護柵を3に研究が積み重ねられ、 全国の高速道路で試験的に導入されたものの一つであるが、その後全国的に中央線ワイヤロープ防護柵の車両逸脱事故防止効果の高さが実証されたことから2018年平成30年6月15日に国土交通省が全国の暫定対面に車線区間の高速道路前路線部分について中央線ワイヤロープ防護柵の設置を発表し、 その内道と自動車道部分については、技術的に設置困難な橋梁、トンネル部分を除いて、首都生には JCT、本別 JCT、本別 IC、本別 JCT アショロ IC での設置が予定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。